クルリ駅は千葉県君津市クルリ市場にある東日本旅客鉄道クルリ線の駅である相対式ホーム2面2線のホームを持つ地上駅互いのホームは校内踏切で連絡している駅舎は木造1階建てで古くからのものであるトイレは改札外に男女別の推薦式が設置されておりバリアフリー対応のトイレも併設されている当駅は 直営駅で、木更津駅を除く、くるり線各駅の管理駅となっている。ポス端末設置の出札窓口とタッチパネル式の自動券売機が設置されている。2017年12月14日までは、緑の窓口が設置されていたが、同日をもって廃止され、ポス端末に置き換えられた。2020年度の1日平均乗車人員は256人で、ある。 JR 東日本及び千葉県東経年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。クルリ城石クルリ、高沢の水帯津川の中流に位置し、駅周辺には江戸時代のクルリ藩の城下町、旧和佐町の中心部として栄えたクルリの町並みやクルリ商店街が広がる。近年は名水の里としても知られ、2008年6月には 環境省から平成の名水百選に選定された駅周辺に多数の自噴井戸が設置されている。ありがとうございます。